美容っぽいものたちが来ましたので、なんか店頭ではこれが一番売れてるんですけど、ながらホットアイマスクっていう商品のアテリアレトロバージョン。大ヒットかける大ヒットは大ヒットみたいな計算。そうです。明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、アデリアレトロの新作が来ましたのでご紹介したいと思います。はい、でこのアデリアレトロなんですけど、前に川岸さんがステーショナリーの紹介をしてくれてたと思います。もともとコップとかが最初？そうですね、アデリアレトロっていうシリーズが石塚ガラスさんっていう会社が作ってた、シリーズなんですよ。もともと食器とか、なんかそのコップとかのシリーズで、すごく可愛くて、今いろんなメーカーさんがコラボしまくってて、いろいろ出てるみたいな。そのコップ以外にもいっぱい出てるみたいな感じです。なんか雑貨屋さんとしてはコップとかで久しぶりの大ヒットだったんですよね。そうなんですよ、うん、でなんかやっぱりその昭和レトロって呼ばれてるものがすごく流行ってて、それのなんか先駆けとなってブームが来てるみたいな感じですかね。なんか増えたってことですよね。そうなんです。で、うちで行くとそのグラスの次に文具系が来て、で今日はですね、ちょっと美容っぽいものたちが来ましたので、それをご紹介します。なるほど、はい、この2種類ありまして、見えますかね、この何とも言えない、なんだろうそれ、動物、トラ、トラ、ライオン、トラかな、水玉みたいな模様ついてる、ヒョウなんかこの何とも言えない顔のズーメイトっていう柄なんですよ、これ動物柄が。あ、ズーメイトっていう柄の名前なんですか。そうなんです、はい、で私はこのズーメイトが一番好きなんですけど、いろんなある柄ある中でも、このズーメイトと、あとこっちのチューリップの柄、これがコレックっていう、コレックっていう柄の2種類があります。そしていろいろあるんですけど、まずこっちの箱、これですね、これがもう超大ヒット商品、ながらホットアイマスクっていう商品のアテリアレトロバージョン。うわ、なるほどね、が出てます。あれだ、大ヒットかける大ヒットは大ヒットみたいな計算。そうですね。でこのながらホットアイマスクっていうのが使い捨てのアイマスクなんですけど、真ん中に穴が開いてるんですよね、はい、この目のところに、だからこうつけながらスマホをいじれたりとか、テレビも見たりできるしっていう、目が見えた状態で温められるよっていう、めちゃ大ヒットですよね。そうなんですよ。で、それのズーメイト柄バージョンと、このコレック柄バージョンがあります、うん、なんかそういう系のやつって僕全然やったことなかったんですけど、うんうん、家族がながらをアイマスク使ってめっちゃいいって言ってて、うん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 、いいから一回やってみって言ってやったらめっちゃ良かった。そうなんですよ。これめっちゃ良くて、女の人だとあれですね、まつげ、まつエクとかつけてる人だとやっぱこういう風になってた方が、あ、そうなんだ。はい。いいですね。これが1箱660円。何枚入ってるんですか？これは3つ入ってますね。あ、なるほど。はい、3つ入って660円です。で次こっち、なんか店頭ではこれが一番売れてるんですけど、このボトルに入ってるんですけど、これがハンドソープです、はい、でこれがこれも660円となっております、
次このちっちゃい入浴剤ですね、1回分の入浴剤もあって、これが220です。パックに入ってるのが、これも入浴剤なんですけど、これは2個入りです。こっちは440になってます。これがハンドクリームですね。ハンドクリームが528円となっております。香りがついてるんですよ、はい、全部ズーメイトの方が柚子の香りで、コレックの方は桜の香りがついております、うん、ほんでハンドクリームなんですけど、なんか普通にこういう白いやつ、うんうん、でなんかまあベタベタもしないし、桜のいい香りがしますね、はい、でなんかサイズもちょうどいいんで、ポーチとかにも入れやすいですし、ハンドクリームがちょっとこれからの季節とか売れるんじゃないかなと思ってます、はい、ということでですね、今日はこの、アデリアレトロのちょっとこう変わり種といいますか、今までなかった感じの新商品のご紹介でした。はい、よろしくお願いします。